はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画はねこれです。じゃん、久しぶりですね。これです。 APS のね CO2 ガスボロバックエアソフトガン、ブラックホーネットですね。うん、これを使ってちょっと遊んでいこうかなっていう動画なんですけど、何やるかっていうと今日結構暑いんで、この部屋で 30.5 度、うん、でかなり直射日光が降り注いでおりますんで、これ炎天下で CO2 ガスボロ打ったらどうなんだろうというのをちょっとやってみようかななんていう動画です。なんでね、パパッと外行ってパパッと打っておしまいなんですけどね、初速がねどんな風に変わるのか。これでも95とか出るんですよ、あの寒い時期でも。95出たかなまあやふやだけど90以上出た記憶があるんですよ、寒い時期でもね。うん、まあ、フルオートはねちょっと生ガス吹いたりして具合悪くなったりはしてたんですけど、寒い時期でも。でも打てるんですよね。なんでこれが真夏の炎天下の中でしばらく置いといてね、それで打ってみたら初速どんなになっちゃうのかなっていうのをちょっとやってみようかなっていう動画になります。なんでね、早速これ外にポンと掘り出してしばらくあの炎天下に放置して、程よく温まったらあちちってなるぐらい温まったら打ってみようと、そんな感じ。はい、炎天下持ってきました。 48.1 度。まあ外に放置したんでね、温度計は高く表示ですが32度くらいかな、外気温で。マガジンは 50.2 度です。ボンベはね42度でした。シルバーなんでそんなに温度上がってないです。ということでね、多分気温は40度なんて言ってないんでね、30度ちょっとぐらいの環境で試しましたっていう意味合いです。 BB 弾はねギャロップの成分解培養 0.2g を使っていきます。じゃあね、早速打っていきましょう。緊張しますねやっぱりね。じゃあ打ちますね。はい、 92.99。 案外ね、案外高くないっていう、これ多分一回打ち損じですね。で94.01、 こんなもんかみたいな感じですが、89.84、 91.97、 90とね。まあ前回のデザートイーグルに比べてだいぶ控えめな印象ですが、フルオートです。でサイクルが、956.7rpm と、こんな結果になりました。でね、温度計炎天下に放置されてたわけですけど、こんなね謎の表示になるって、温度高すぎの表示になる、こういうオチでした。はい、いかがだったですか。なかなか面白いというか全く変わらなかった。ただリコイルが強いように感じましたけど、どうなんだろうね。フルオートも調子良かったし、サイクルはびっくりするようなサイクルは出なかったけどね。でも良かったね。で、あのびっくりする初速になるかと思ったらならない、うん、この CO2 ガスガンの場合はまあ40度、気温的には30度ぐらいなんですよ。あんなエッチエッチエッチなんてやばいやばい表示になりましたけど、炎天下に置いてるからあの表示なだけであって、気温的には30度ちょっとなんでね、30度ぐらいの夏日に炎天下で運用しても初速が極端に変わることはなかったと。まあいつも通りでしたね。90割る初速も出ましたしね。そんな感じでした。はい、ということでね、今日の動画はこれでおしまいです。また別な動画で会いましょう。うつべしうつべしうつべし、炎天下でも平気ですです